りがとうございます。ほとんど食ったんですけど、このカレーが500円なんですよ。で、やばい量が出てきます。そう、大ですね、大中小とあって、大にしても値段が変わらない。すごいっすよ、量。で、あと注目ポイントとしたら、あ、これだ、ほら、お手軽ヘルシーランチで550円で豚肉と胸肉。え、これもう単品ってことですか？単品じゃないです。ご飯もついてます。おかわり無料。無料。やばいでしょ。で、あとこれです。これ肉タワーランチ。これが 450g でめちゃくちゃ肉入ってますから超おすすめです。深いやつが映えるんで、はい、これとカレーもいきますよ。カレーもいきます、はい、これもタイ行って、はい、このヘルシーも取りたくないです。550円、500円最安値です。そうですね、ちょっとせっかくなので。じゃあその3つ、はい。さっきの値段のカレーにコーヒーまでついてます。これ専用のあれ。守ったことないけど。肉は1人1枚ずつです。焼き色も綺麗です。結構こだわりな感じなんですかね。そうです。あ、ちょっとドリンクもあるんですか。ドリンクも。ひっくり返しますね。あ、お願いします。これさっきのハイボール100円ってのはどういう感じなんですかね。ハイボール100円は多分年末年始外してたんですよ。ああ、それでか、そのまま。でも今100円で飲めますから平日は。これが100円。これデザートの方がいいんじゃないですか。今から今から行こう。はい、今から行きました。これで。かわいい。最初はまあいいかなと思ったんですけど、やっぱ喫茶店に行き始めるとちょっと頼みたくなっちゃう。そうですよね、ここにもあったんで。ちょっと難しいですね。カレー500円。これ500円ですよ。めっちゃでかい。しかもめっちゃ入ってるしね。お肉がめっちゃ入ってる。ですか。はい、来た、お母さん。はい、失礼します。肉タワーじゃん。お手軽ランチ550円。税込み。で、ご飯おかわり自由。コーヒーもついてます。コーヒーもついてます。ものすごいですよね。穴場でしょ。穴場ですね。じゃあ、レッド味噌。ごま塩。これもめっちゃ美味しいから。お肉と一緒に。そっちに。ありがとうございます。いや、これ500円に入ってる量じゃないの。ないですね。いただきます。いい。めっちゃほろほろ。そうですよ。もうなんか自家製感がある感じですか。家のカレーみたいな感じ。あ、いいですね。結構売り切れになるみたいな。そうそう、そうだから。いいですね、昼からこの焼肉ランチ食べながら。これでもいくらでしたっけ？2270円。この料理。ろうそく立てたくなるぐらいな。なんかちょっとケーキみたい。ああ、またこれも。大変ですよ。大変ですね。一人だったら本当大変だもんな。ねえ。でもこの画面がいいっていうね、なんか人もなんかあるけど。カツモリステーキ。肉がすごい柔らかくて。白牛。あ、白牛なんですか。白牛でこの価格ですか。そうなんですよ。え、だいぶなんか努力されてますね、なんか。経営努力。うん、うまっ。うまい分。やばいです。衝撃なんです。うん。一気に焼きすぎましたね。まだでもこんな感じ。あ、いいですね。みんなダメよ。カルビ本当やばいよ。あ、うまっ。食感もいいですね。すごいね。だからあれですよね、国道2号線からちょっと中に入ってる。そう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 。最寄りは何があった？パチンコ屋さんだけど。パチンコ屋なんかな。多分潰れてる。ここですよね。サフネ駅の近くなのかな、最寄り駅ですから。これまっすぐ行ったら国道2号線。そうそう。あ、ありがとうございます。もうどんどんやってください。これ千屋牛びっくりしました。肉のサイズで、でもボリュームも。食べたら余計肉の良さをね感じますね。またここのニンニクがね一味違うんだよ。ニンニクがあれだ。あ、じゃあちょっと見てください、この飴色のニンニク。なんか色が違うね。ちょっと入れ直そう。あ、多分な。あ、ちょっとちょっと。まだ味が変わってきますね。ごまの風味で余計にうまさが引き立つというか。一人普通のこのお手軽ランチにしたら、これを1個1人頼んで、もう1人をお手軽ランチにしたら、それを2で割ったから、肉もたっぷり食えて安く。ありがとうございます。まだまだいけますね。黒田結構食いますね。いや、こんなんもう全然嬉しい。2杯目で200円。2杯目で200円。要は合計。ハイボールおかわりだ。100円ってのがうまいよね。桃彦さんはなんでここのお店が？ここは最初に肉タワーランチを食べに来たかな。こっちで撮影させてもらって食べたら。びっくりしたよな、千屋牛の美味しさに、しかもこの値段でな。それからハマりすぎて、プライベートすごい綺麗な。なんかポイントガードがあって、しっかり貯めてます。いいこと。大体月に1回は来るよな、大体。来る来る、絶対来る。ありがとうございます。いや、本当。まだまだ。はい。じゃあスプーンもいただきます。ありがとうございます。小サイズ。これが小サイズ。小でもまあまあある。そうですね、これ。うわ。とろっとした感じで結構煮込んでるしね。うまいね。とろっとしてうまいでしょ。なんかちょっと喫茶店のカレーに近い。はいはいはい。うんうん。あ、美味しいこれ。なんかちょっとマイルドな感じがするんですよね。なんかね。やっぱりこうとんがってない感じがいいですね。そうそう。なんかもう変にこう凝ってないというか、いい意味で。うん。みんな好きなカレーの味、うん、そう美味しい。自動でまだね、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、すみません。通ったことあるんです。この2号線から、ここから作業とか、まあ、牛窓の方にちょうどカットするそうですけど、ハイボールが100円とかずっと気になってた。実際100円だったでしょ。いですね。で、お肉もね、結構ボリュームあって、あの価格で千屋牛。あ、そうよ。でも千屋牛ってやっぱ上に行かないといけないとか、まあそうだろうね、お店あったりするんですけど、こういうところでまあ気軽に食べてがっつりいけておかわり無料のご飯だったり、なんかぜひいろんな人に食べていただきたいですね。はい、来てください。ごいこさんの夢が、もしかしたら会えるかもしれない。一回は絶対。必ず来てください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。